はい、おはようございます。ヒデビール放送局、わけありダイエットウォーク。今日も、マコネと一緒に40分弱お付き合いください。ですね、昨日は、そう、計画的陳腐化っていうところから、この消費者をバカにするような社会はどうなってんのみたいな話になったんじゃなかったかな。そう、なんかね、一日経って、まあ、さっきYouTube の発信登録をしてきたばっかなんだけど、一日経ったら、なんか、もうね、タイトルが、ちょっと、やばやば系になって、そう、内容とタイトルにちょっと開きがあるかもしれない。のうち私はディープステートに、刺されるんじゃないかみたいな。ない。そう、私が刺されるぐらいだったらね、そんなにリスクを負ってまでやらない。はい。そう。ものすごく発信力があるわけじゃないし、影響力があるわけじゃない私を、そんなにね、リスクを犯してまで消そうなんて思うほど暇じゃないでしょ。もしね、私が特別な使命を持って生まれてきたとか、そう、将来的にこうなるっていう、将来的に影響力が出てくるっていうことを知っててんなら、まあ、あり得るかもしれないけど。そう。さて、今日はね、今日はまた、ちょっと違う話をしていこうと思うんですが、これもね、ちょっと前から、話したいなと思ってたんだけど、WBC があったぐらいが、ちょっと話がずれて、全然先に進んでなかったお題で、今日は、人工知能、AI についてお話していきたいと思います。まあね、昨年の11月だったっけ、チャット GPT が、突然出てきて、で、年明けぐらいに、YouTube とかでもうバンバンチャット GPI が、いろんな人ね、いろんな人がいろんな話題で、投稿し始めて、で、みんな、そんなのがあるんだ、みたいな感じで、まあ、誰でもね、登録すれば無料で使えるから、まあ、みんなこぞって使ったわけですよ。うん。まあ、そっから、チャット GPT の API が公開されたのかな。それから、いろんな、チャット AI があっちこっちに生まれて、で、まあ、うん。なんだろう。まだね、ちょっと前にまでの AI と、今の AI はまた全然違う。進歩というか、変化というか、遂げたっていう感じですよね。うん。で、まあ、先立てだって。先日、オフィスの、マイクロソフトのオフィスの365が、次のバージョンアップで、大幅に AI を使って、大進化を遂げるっていうことで、そう、まあ、今ね、私はね、文章を書いたりするのは、ノーションを使ってるんですけども、ノーションっていう、もともと、なんだろうね、テキストエディターから発生した感じなのかな。テキストエディターから発生、ノートアプリなんじゃないかな。そう、エヴァノートの進化版。いや、進化とは言えないな。エヴァノートから発生したような、まあ、そうね、エヴァノートから派生した Google のキープ、もしくはエヴァノートから派生した、ノートの方に振った、メモじゃなくて、わかった。エヴァノート、まあ、エヴァノートが、最初かどうかちょっと私知んないんだけど、うん。私はエヴァノートを古くから使ってるので、そう、まあ、私のいろんなデータが、もう、メモされまくってて、アカウントがなくなると非常に困る。そう。うん。まあ、一時はね、有料化して使ってたんですけど、なんか今ね、まあ、重要なデータは入れるというか、まあ、本当メモ、絶対なのをなくせないメモっていうのを入れてるような感じかな。うん。まあ、それが、安全かどうかって言ったらまた微妙なんだけど。そう。うん。例えば、
言っていいのかどうかわかんない そう。暗号資産のウォレットの、7つのキーとかね。パスワードとかね。まあね、私が突然急になくなって、私の暗号資産を引っ張り出せなくなったって時は、英語のことを調べてください。うん。必ずデータ入ってます。そう。で、私が急に亡くなって、困ったことがあったら、エヴァノートなんか探せば、まあ、大抵のパスワードとかはみんな記入してあります。はい。まあね、エヴァノート書いてないのは、私の Google のアカウントがみんな記憶してるので、まあそこはね、なんとかなるので心配しないでください。で、まあそのノーションの話に戻るんだけど、うん、私はノーションを、AI に関しては、AI に関してはノーションを有料化で使ってるかな。そう。あれね、よく私も仕組みよくわかんないんだけど、ノーションは、有料化するといろんな機能があるんだけど、AI だけを使いたいっていうプランもあって、私はAI だけ使ってて、大体、確かね、月1000円じゃなかったかな。うん。で、私はチャット GPT よりも、ノーションの AI を使ってることが多い。だってなんか、日本語で入力したら日本語で書いてくれるし、そうそう、なんかわがまま聞くのも。そう、なんか私と相性はいいというかな。うん。なんか私ね、コミュニケーションしたいわけじゃなくて、そう、知りたいことしたい、知りたいだけだから。あとはスマホの中に、チャット AI が一つ入ってるな。それもね、結構初期の頃からあるやつで、そう、チャット、GPT の API が公開されてすぐに、もう、あったアプリかな。まあ、そこから、結構使ってますね。そう。ただね、そう。出てきた答えをね、コピーできないの。そう。うん。コピー&ペーストができなくて、なんだこのアプリとか思う時もあるんだけど、でも、本当今、本当ね、何か知りたいことは、もうほんと Google の検索使わなくなったね。そう。ほんと知りたいことはもう Google の検索使わなくなったし、なんだろう。自分で悩むことがなくなった。ほんと、些細なことでも。そう。これなんだろうなって思ったのはみんな聞いちゃう。そう。さあ、で、まあ今のね、チャット GPT もそうだけど、まあ世界中のウェブのデータを、から、まあ、優位性が高いものを集めてきて、パッと表示してるだけだから、まあ AI っちゃ AI だよね。検索エンジンっちゃ検索エンジンだよね。そう。でもね、私仕組みはよくわかんないけど、ノーションはね、例えば今日あった、例えば地震じゃない、災害にしよう。今日あった、今から24時間内にあった災害を全部書き出せって言うと、しっかりね、もう本当日本のニュースでは出てこないようなのまで出てくる。うん。そう。あとは、私がよく、そうだな。例えばさ、私トルコの震災被害者のに向けての、メッセージを、YouTube で毎日発信してるけど、例えば、トルコの人にとって、馴染みやすい、トルコの人が見やすい、本当は何かとか、そう、トルコ語と相性がいい本当を、語句を教えろとか、そう、そんな風に聞いても答えてくれたりする。うん。まあ、もちろんね、ノーションもいろんな使い方があるんだろうけど、チャット GPT もさ、みんなプログラム作ったりとかさ、いろんなことやってるじゃん。そう。でもね、私はね、今のところそれほど、そこまでね、一緒には関わりを持ってないかな。ただ、分かってるのは、確かに確実に、この、11月だから、4ヶ月ぐらいで、そう、多分社会と社会の働き方はガラッと変わった。というか、
これから先もっと速い、もっとすごいスピードで働き方も全部変わっていくんじゃないかなと思う。それくらい、まあ、衝撃的な変革期だよ、今。本当。そう。まあ、その中でね、私が思うのは、やっぱり AI と共存できる人と AI に使われる人に、分かれるんじゃないかなと思うよ。うん。まあ私はさ、まあね、例えば、ラノベ系のさ、そう小説家になろうとか、あるじゃない。あそこにさ、もう AI ノベルっていう分野があるんだよ。うん。AI で、執筆しましたっていう分野があるんだよ。早いよね、早いよっていうかもう結構前からあるな。うん。だからもう、いろんなさ、AI があって、その AI の癖を知って、その AI で、いろんな文章を創作することもできるし、これから多分、ね、文章だけじゃなくて、写真も動画も、まあ、音楽はね、もう、AI が自分で作曲してくれる。私の好みを伝えれば、AI が自動的に作曲してくれるような AI があるよね。AI がある。うん。そう。多分動画なんかもそうなるんじゃないかな。そう。いろんな世界中のいろんな動画の断片を書き集めてきて、独自の動画をピピって作っちゃうみたいな。わずか数秒で。そんなのができるようになるんじゃないかな。多分、そんなのすぐだと思うよ。うん。そう。まあ、写真に関しても、今写真を整理してくれるさ、AI があるんだよね。私まだ使ってないんだけどさ、ちょっとぜひ使ってみたいと思うの。私さ、Amazon プライムの中に、Amazon フォトの中に、多分、そう、20万枚ぐらいは写真が入ってると思うな。そう。1年ぐらい前に見たときに、20万枚ぐらいだったから、多分今はもうちょっと増えてる。25万枚ぐらいは入ってるかもしれない。そう。もうね、私はね、もう写真の整理ってもう諦めたわけよ。そう。うん。まあさ、私はさ、大量の写真を撮った、私写真家だからね、大量の写真を撮った中から、その時々で、私の感性に合うものをチョイスすることもあるし、大量の写真の中から、その期間を区切って、テーマに合わせて写真を選んだりすることはあるんだけど、まあね、そのね、写真を選ぶ作業が、まあ、ものすごく時間かかるわけ。そう、写真集行ったって聞くだけで、そう、写真集作る作業の、多分、7割、8割は写真を選ぶ作業。そう。もうですね、もう、そう。例えばさ、まあ、1ヶ月に、どうだろう、1ヶ月に何枚ぐらい撮ってんだろう、今。だいたい1日500枚ぐらいなのね。だから、2万5千枚ぐらいか。そう。2万5千枚からさ、写真を30枚選ぶっちゃ大変だよ。そう。うん。それのね、何割かっていうか、何割かでも AI がやってくれるんだったら、もう助かるよな。でもさ、わかるんだよ、私も。と、AI が選ばなかった中に、私の新しい可能性が埋まってるんだよね。そう。だからまあ、どうなんだろう。うん。多分さ、指導の仕方で、AI が選ばなかったものだけを、表示しろとかもできると思うんだよね。こうすれば、そう、AI が選ばなかった中から、私の自分の可能性を自分でまた探すこともできるわけで。そう。うん。だからまあ、いろんな分野で AI が入ってくるさ。そう。で、その中で、まあ、AI に使われる人と、AI を使う人に、まあ、分かれていくだろうけども、まあ、極端な話さ、もう社長なんていらないよね。私ね、チャット AI に、今現在、世界で AI が社長の会社があるかって聞いたら、それはまだないって言ってた。うん。そう。でも、今後、そんなに、
そんなに時間が経たない間に、そういう会社ができる可能性はあるというふうに出てたかな。うん。私はね、もうあると思ってた。そう。だってさ、そう、ビジネスに関する、ことは、自分でさ、勉強する AI が勉強した方がはるかに早いし、確実だし、結果を出すために最優先を選択してくれるし、そう、そこにね、人間的な情がいるかどうかって話だよ。そう、人間的な情が必要だと思えば、やっぱり人間の方がいいって話になるし、人間としての情が必要じゃなくて、結果だけは全てだったってことになれば、そう、もう、社長は AI でいいよ。そう、社長も AI でいいし、部下もみんな AI でいい。そう、人間はただ、コンピューターができないところを、そう、まあ、物理的な部分を、こなすだけの、本当、部品だよね。そういう会社が今後増えるんじゃないかな。うん。だから、まあ、とはいえね、まあ、その時にチャット AI に、そう、社長が AI だった場合、どんな問題点があるかって聞いた中で、やっぱり人間的な、判断がすること、ことが必要になった時に、それを補うための、まあ、サポーター的な、社長のサポーター的な人間が必要だっていうふうに言ってたな。そう、まあ、それはまさに、そう、使う側の人だよね。AI を。だから、やっぱり おそらく、AI と上手に付き合って上手に使える人間が、そういう人材が必要になってくる。逆に AI に聞けば分かるようなものは、もうね、そこに携わる仕事はいらない。いらない。そう。だから、コンサル業とかも、AI、ほとんどコンサル業だってさ、AI が全部分析して、必要なものを全部教えてくれるわけだ。そう。それを相手に上手に伝えられるかどうかっていうだけの話だから、そう、調べ事とか知識なんか関係なく、そう、AI を使えて、で、相手にそういうふうにしっかり伝えることができる技術があれば、もうコンサルだって、そう、そんな素人でもできるようになるんじゃない？うん。お話し上手でさ、相手にしっかり説明できるというか、スキルがあれば。そう。同じように、まあそういうふうな職業っていっぱいあるよね。そう。もうね、自分で知識を身にまとって、それに対して、それを使って何かするなんていう時代じゃないさ。そう、うん。もう本当に調べ事とかは自分でする必要ない。そう。だって、アップデートだって、AI の方が早いもん。そう。人間様が一生懸命勉強するして、1年間で覚えられるようなものはなんか、ほんとわずか数秒で覚えてしまうんだからさ。そう。そういうの分かってて、私は、それでもさ、日本ダイエット健康協会のさ、そう、インストラクター目指してるんだからさ、まあ、まあね、本当に、なんか、しょうゆもないことやってるな、みたいな気がするんだけど、でも、そのしょうもないところもまた人間臭くて、私は好きなんだよね。そういうさ、しょうもない回り道は AI しないからさ、うん。まあそういった中で、まあ、現在の AI に関しては、何も怖いものはないよ。仕事がなくなる。いや、それは AI との付き合い方を、AI との付き合い方を上手にできれば、仕事はなくならないよ。そう。でも、AI っていう技術を、あんまりしっかり受け止めないで。で、まあ、それこそね、今は、まだね、そういう新しいものが好きなさ、人たちが AI っていうものを喜んで使ってるだけだけど、それが一般化するには、そんな時間かかんない。うん。そう、そんな時間かかんないと思うから、まあ一般化した時に、そんな AI なんて言ってる人は、ほんと仕事なくなるよね、きっと。うん。そう。うん。だから、まあ、AI がバッて出て入ってくるまでに AI をある程度使いこなせないと、ちょっともう難しいんじゃないかな。逆に AI と上手に付き合える人は、そう、これから、また別のビジネスチャンスが生まれるんじゃない？うん。
そう、もうな。そう。じゃあ、私はどうかっていうとさ、まあ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 、イノベータ気質なので、まあ、新しいものには飛びつくんですけども、時期に飽きるんだよ。そうそう、うん。まあね、今やってる作業って、今さやってる作業っていうか、このさ、ポッドキャストって、じゃあ、私がやってるポッドキャスト、AI ができるかったら、今はまだできないと思う。うん。だって歩きながらさ、思いついたことを喋ってるんだもん。そう。過去に、確かね、過去にいろんな知識あるからこそ、だらだら喋っても、やはり引き出しがいっぱいあることはあるんだけど、その引き出しの多さだったらね、まあ、AI にはかなわないけどさ、うん。でもなんか、自分の発想で、立って喋れるっていうのは、まだ AI には無理なんじゃないかな。まあ、実機できるようになると思うけどね。実機できるようになると思うけど、やっぱね、人間が人間だからできるような、まあ、ミスも間違いもあって、言葉を忘れちゃったりとか、そういう味っていうかな、人間らしい味付けをしっかり残した配信がしたいな。うん。まあね、私はさ、そう、マコイズムの方で配信してる、英語とか他の国の言葉で、ポッドキャストやってるのは、もう本当 AI が書いた文章を、そのまま翻訳して、機械で読ませてるだけだから、まあまさにあれなんか、本当AI ポッドキャストだよね。本当、そう。だって内容一応読んで確認するけど、まあまあこれでいいかなと思えば、それでもう翻訳しちゃうもん。で、翻訳したら、言葉の中身が間違ってるかどうかなんて、私はさ、さらに日本語翻訳したところで間違ってるようには見えないし。そう。それに、翻訳ソフトってさ、翻訳ソフトもやっぱさ、どんどんさ、アップデートしてて、今の翻訳ソフトって、まあまあ、英語ベースだったら、そんなに間違って変換しないよね。そう。うん。日本語からアラビア語とかだと、あれみたいなのあるけど。そう。日本語を外国語に変換するってやっぱ難しいんだろうな。そう。うん。だってまあ、表現の範囲が大きいもん。そう。だからこそ、まあ、日本語って重要だな。重要っていうか素晴らしい言語だなと思うけど。うん。だからまあ、AI ポッドキャスト。ああ。AI ポッドキャストっていう名前もいいね。そう。ちょっと、そういう風に振ってみようかな。うん。だって、ほんと、マコイズムのさ、ポッドキャスト、ほんと、そう。マコイズムのポッドキャストも、今ね、どうするかなっていう、過渡期っていうか、悩みというか、で、まあ、もちろんね、災害時に向けて毎日発信していくのは、それはいいんだけど、登録者数の伸びが見えないんだよね。そう。伸びてるんだよ。そう。1ヶ月で、何パーセント？そう。1ヶ月で、120% ぐらい伸びてるんだよ。そう。でも、だからって、なんだろう、検索のデータとか、ハッシュタグのデータとか見ると、なんか、どうかなっていうのは、まあ、世界中のいろんな災害がさ、本当にあるわけよ。ここ2日、3日でもものすごいあるし、まあ、北海道さ、そう、知ってる人があんまいないんじゃないかな。北海道でさ、そう、大雪降って、大変なことになってんだったんだよね。そう、それに、チリでしょ？フィリピンでしょ？そう、インドもだったかな？そう、あっちこっちこの2日間ぐらいで災害続きだよ。そう、まあ、その情報だっても、もちろん流したんだけどさ、まあ、アクセスがないわけよ。そう、ピンポイントの、ハッシュタグだと思うんだけど、うん、なんか、そもそもニーズが少ないんじゃないかなと思うけ。
ニーズがね。そう。まあ、みんな必要だと思ってる情報なんだけど、それこそ AI がさ、AI があるわけだから、必要な時に必要な人が、まあ、調べればいいわけよ。AI でね。となれば、まあ、ニーズとしてあんまり必要ないのかなって思ってきたの。うん。まあ、ショートメッセージぐらいだったらさ、ショートムービーぐらいだったら、まあ、毎日やれるさ。そんな手間かからないし。そう。でも、普通のね、普通のさ、ショートムービーじゃない投稿をコンスタントに上げ続ける。しかもそれがしっかりニーズを抑えてるかっていう情報かというと、そう、ちょっと難しいな。うん。もちろん過去の災害の情報とか、過去の災害の時どういうことが起こったとか、そういったさ、解説系のさ、動画みたいなのはできるよ。そう。でもそれはさ、ものすごい時間と手間がかかるから、私には無理だな。そう、うん。ちょっとやりたくないな。そう。だから、まあね、そこがね、あ、そこももちろん人工知能で、ポッドキャスト化すればいいのか。そう、ポッドキャスト化すれば、あ、まあいいかもしんないね。うん。そう、まあ映像と、まあ回数だから映像も入れてってなると、ちょっと、私には手に負えないな。そう、他のこともやりたいもん。うん。そう。で、まあ、その、普通のロングのやつにこだわってるのは、今はさ、普通ね、ショートじゃないムービーもしっかり再生数が取れてないと、収益化の許可を下りないんだよね。だからね、なかなか収益化の、そう、単純にね、チャンネル登録数がさ、1000人を超えればってことになれば、うん、まあ、もう目標としてわかりやすいんだけど、そうじゃない要素がいっぱいあるからさ、まあ、簡単じゃないよね。そう。まあ、とはいえね、せっかく始めた防災系の、情報発信なんで、そこはもうちょっとね、研究しながら、せめて、収益化、までは、なんか、自分の実験も含めてやり続けたいなと思うな。そう。だって、まあ、収益化して、その、収益化した金額を全部寄付するってことを前提にやってるから、うん。収益化しなかったら、私は本当、自分できつい思いしただけで、本当、その、何も、誰もも、いや、メッセージを受け取った人は、メリットあったかもしれないけど、うん。なんかなんでやってるんだろうってことになっちゃうもんな。そう。そこは避けたい。あれなんだろう、目の前から、自転車かな。そう。で、まあ。あ、寒い。今日寒いな。うん。それもそうだね。ざっと、AI に聞こうか。そう、防災系の YouTube で配信したいんだけど、今現在、一番ニーズが高い分野は何みたいな。それがいい。そっちの方が確実だ。そうね。大事なことを忘れてた。だって今日はテーマは AI だもん。そう。まあ、AI と上手に付き合っていくかっていうのは、多分ね、ノウハウとかをもういち早く手に入れた人たちはもういっぱいいると思うから、そういう人たちがきっとそれを商品化して販売し始めるんじゃない？もうしてるんじゃないかな。そう。まあ、そういう分野はね、パッとさ、制作の本読んで、コンテンツ作って商品化できる人たちは今稼ぎ時を。そう。いろんな AI がこれから出てくるだろうし、いろんな AI との付き合い方が模索されてるからさ。うん。で、それをまた知りたいって人もいるから、本当人に教えるコンテンツを作って商売してる方、本当に今稼ぎ時。寝る間がないほど勉強して、寝る間がないほど AI 使って、いろんなことを共有しながら商品化してるはずだからさ。
私は、うん、私はね、そういう働き方は、もう、そう、一時ね、憧れたよ。そう、うちもさ、人前でお話するの好きだから。うん。でも、今はもう興味ないな。そう。なんだろう。結局それさ、お金を儲ければいいっていうだけの元だもん。そう。なんか、本当、お金を儲けるためだけの知識の販売。そこに私はね、なんか、面白みっていうか、なんか、嬉しくないんだよね。そう。で、まあ、売れなくなったらまた次のコンテンツ作ればいいっていう、作るわけだけどさ。うん。まあ、ちょっと前、何年か前は SNS の使い方があったりとか、で、SNS のマーケティングがあったりとか、そう、まあ、それもアップデートされてさ、またどんどん新しくなったのを、また新しい人が、また売り出してると。そう、売れなくなったらまた新しいのアップデートしてと。まあ、その繰り返しじゃない。そう、うん。まあ、言っちゃなんだけど、一番楽な稼ぎ方だと思う。そう、うん。まあ、全く才能が必要じゃないってわけじゃないけど、まあ、AI が出てきたからね。そう、AI と一緒にやれば、もっと効率よくできるんじゃない？だって私だってさ、ちょっと単純な YouTube で、操作でわかんないことでも AI に聞くもん。これこうしたいんだけど、YouTube でできる方法あるって言うと、どこどこをどうしてこうしてこうしてこうしてと教えてくれるしさ。うん。そう。今その機能ないけどって言って、ないんだけどって言ったら、すいません。よく調べたらいついつになくなりましたと。現在はこういう方法がありますみたいな。そう、そうやって答えてくれるしさ。うん。だから、まあ、それをね、人様に伝えやすいようなものに変えて販売するわけだから、そう。うん。AI の使い方とをよく知らない人たちにとってみれば、まあ AI ってそうやって使うんだ、みたいな感じで、いい勉強になるんじゃない？そう。そうすれば、やっぱ売れると思うしね。うん。そう。まあね。なんだろう。退屈な。AI が出てきて、またさらに退屈な社会になった気がするね。うん。面白みに欠けるかな。そう、フォトグラファー、クリエイターとしては、そう、面白みに欠ける、そんなことないよ。そう、人工知能にできないこと、人工知能じゃ人間を超えられないものなんかいっぱいあるからさ。そう、だからこそ、クリエイターとしての、その、面白みは、これからもいっぱい広がると思う。そう、まあ人工知能が追いついてこればまた引き離せばいいだけよ。ただまあ人工知能にもう勝てない分野もいっぱいある。そう、まあ、勝てない分野はもう勝負しない。勝てない分野はもう人工知能と一緒に仲良くする方がよっぽど利口さ。うん。まあそんなわけで今日は、まあ、人工知能の付き合い方をちょっとお話ししました。どうでしたか？人工知能が恐ろしいとかっていう、まあ、人工知能がいずれ日本人間を駆逐するとか、まあ、そういう、手塚治虫さんばりの SF チックな話ももう当然もありますけど。そう。それが、本当かどうかって言ったら、わかんない。だって、今、この世界、生きてる世界が、バーチャルかもしれないっていう、バーチャルなんとか理論っていうのを知ってます？うん。何者かによって作られたバーチャル空間の中で、人間というコマがあって、そのコマの一つではないかという、うちらがね、私たちが。そういう理論があるんだけど、私は、あり得ると思ってる。そう。だから、そう。もしかしたら、もう私たちは AI に作られた、ただのデータかもしれない。まあ、だとすればね。そう。何も怖いことないじゃん。何も悩むこともない。
そう。逆にそっちの方が自然かもしれない。まあそんなわけで、これからね、どんどん変革する中、その変革を楽しみながら、楽しく、新しいことをチャレンジして、エラー&トライ、トライ&エラーを繰り返しながら、みんなで、明るい、もっと明るくて、誰も下を向かずに悲しまなくていい世界になっていくように、前に進んでいきましょう。そんなわけで、今日も、朝から昼ビル補足、ワキャリアへと置く、まこねでした。また明日。今週は明日が最終日です。明日何喋ろうかな。今日からね、ちょっと薄着してきたんだけど、まだ薄着は寒かったな。そう。今、ここに立ってるところは、桜並木なんだけども、どうだろうね。この2、3日天気が良ければ桜かな。うん、早く咲いてほしいな。そう。うん、お花見も桜も綺麗なもん大好きです。でも綺麗なものを写真撮るのはあまり好きじゃないです。だって綺麗なものは誰が撮っても綺麗だもん。私じゃなきゃ撮れない写真を撮るから私なんだから。まあ、コネでした。バイバイ。また明日。